はい、佐藤祐介です。そうですね、まあ僕は二面性があると思ってて、二色あると思ってて、赤でいる自分と無色でいる自分がいます。赤は僕の理想の色で、そういう人間でありたいなっていう自分の色だったり、そうですね、自分が憧れてる色ですね。明るくて誰かの先頭に立ってられるような、そんな人間ですかね。自分の理想は強いし、憧れも強くて、そういう人間でありたいなっていう気持ちが強いんですけど、なんか本当の自分ってものすごくネクラで繊細で、なんか色では例えづらいから無色かなっていう、青でもあれば黒でもあれば赤い部分もあるしっていう、だからこそ無色かなって思います。なんかそれこそアンバーなのかなっていうのは、最近このタイトルが決まってから、それぞれの色を足した色がアンバーっていうタイトルなんですけど、まあ、意味なんですけど、まあ、別に自分が赤だとも思ってなくて、それはあくまでメンバーカラーであって、それぞれ多分そうなんですよ。ただその最終的に合わさった色がアンバー、なんかちょっとオレンジっぽいというか琥珀色は、すごくなんか俺たちらしいなっていうのは思ってて、やっぱすごいうちらのグループっていうのは明るいし、和気あいあいとしてるというか、なんか本当にホームのようなグループなのかなっていうのはすごい感じるし、なんか多分僕だけだとすごい暗い色になってしまう部分が、他のメンバーのおかげで明るくなってるかな。だからそういうちょっとオレンジっぽい、赤ではないけど黄色でもないけど、ちょっとその安心感のある明るさかなっていうのは思います。僕はそんなに最初も今も変わってないんですよね。 あんまり最初から気を使わないで入れたし、そうさせてくれたし、甘えさせてくれてるんで、あまり距離感っていうのは変わらないけど、やっぱ信頼度とかその委ねられる部分はものすごく強くなりました。やっぱコロナになった時ですかね。やっぱコロナが広がって、自分たちが描いてたそのスケジュール感か、そのそれこそ未来予想図じゃないですけど、それがもう全部2年戻されてるわけだから、やっぱり世の中の流行りもそれで変わってきたし、やっぱ自分たちもすごい EDM サウンド、ダンスミュージックやってきたけど、やっぱそういうね、世界の流れもあって、音楽路線も変えつつ、グループとしての在り方も変わりつつで、やっぱり今まで自分たちがやってきたことが180度ぐらい変わってしまったから、やっぱだからこその再スタートなのかなっていうのはすごい感じてますね。今はグループの活動なんて本当に2週間ないとかザラだったんで、緊急事態宣言とかもちろんそうじゃないですか。2年とか思ってなかったんで、なんか薄い希望を抱くじゃないですか、毎回毎回。来月どうなんだろう、さすがに来年にはなおもう終わってるだろうとか。でもそれがやっぱり一番辛かったですね。与え慎二郎さん、トリプルの与え慎二郎さんのツアー帯同ですかね、それをきっかけに、なんか、あ、俺たちも生きてるなっていうか、アーティストとしてまだ生きるかもしれないっていう希望を、そういう人に見られるってこともそうだし、その与えさんの考え方がすごく今の自分には刺さるというか、なんかそこまで気負わなくてもいいんだみたいな、それがすごい助かりましたね。結構自分主体で考えてしまうことが今まで多かったんですけど、音楽を作るという面に関しても。でもなんか、まあ、今応援してくれてる人たちを
とにかく喜ばしたいなっていう気持ちが強かったんですよ。そんな人たちが今どういう曲を聴いたら喜ぶかなっていうのをものすごく考えた時に、やっぱ笑いたいよなっていう、そのもちろんバラード聴いて切ない気持ちになるのもいいけど、僕たちのやっぱ名前の由来は笑顔だし、なんか自分たちができることって多分バラードで感動させたり努力してるところを見せたりなんだろうっていうよりも、和気あいあいとアットホームな感じで居心地のいいアーティストっていることが僕たちにはすごい合っているのかなっていうのをものすごく感じたんですよね。その時にやっぱ笑顔をテーマにした曲を一曲書いて、またこっからこれを大事にしていって再スタートを切りたいなと思ったんですね。男女混成の良さってなんだろうってすごい考えたんですよ。だ昔だったらそれぞれのパフォーマンスが出せるとか、そのキーとかピッチ、あ、キーが高いとこ低いとこ出せるとか、まあそれは今でももちろんそうなんですけど、男女っていう世界じゃどん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 なくなってきて、すごいフラットな世界になってきてる中で、やっぱ僕たちの存在っていうのはすごいラフで、なんか居心地がいい空間でありたいなって思ったんですよ。男女じゃなくて、なんか一人の人間としてというか、って考えた時にやっぱメンバーといてすごい面白いなって思うし、だからそのファンに対してもちろんかっこいい部分かわいい部分見てほしいし尊敬されたいしってあるけど、俺たち LOL は多分名前もそうだし性格もそうだけど、やっぱなんか友達感覚でいつでもなんか相談できて居心地がいいアーティストになりたいなって思いました。自分をキラキラさせてくれる人たちみんないないと輝けないんで、結構ネクラだしエゴサとかもめっちゃするし、なんか本当に一般人なんですよ僕なんて。だけどみんながそうやってかっこいいとか言ってくれるから、こうやって表舞台に立って頑張れてるので、でなんか僕の本質というかそういうものは人に憧れて生きてきたんで、今までずっとこういう人になりたい、この人かっこいいな、憧れるな、そういう人になりたいなっていうのが僕のなんか原動力じゃないですけど、だからいずれもっと、今は全然ユースケ呼びでも友達でもいいんですけど、なんか将来的には自分のもう全然世代がね下の人とかに、ああいう人になりたいんだよね、憧れてるんだよね、だから ABEX 入りたいんだよねって言われる存在になれるように、僕ももっと大人にならなきゃなって。だからある意味今応援してくれてる人たちは、まあそういう人たちもいるかもしれないですけど、友達ですね、みんな。難しいね。今回のアルバムの最後の曲で、カラーレスっていう僕が作詞した曲があるんですけど、まあ今回のテーマが結構ありのままだったりするんですけど、僕のその歌詞の中にも Be Myself ってあるんですけど、やっぱり自分らしくあなたらしくいることが一番大事だけど、やっぱり分かんないし難しいですよね、そういうのは。だからもし自分に合うんだったらそれを言ってあげたい、自分らしくやんねえよっていうのは言ってあげたいですね。ありのまま今回のアルバムテーマはすごい自分の気持ちとリンクしましたね。だからカラーレスって曲を書きました。半分未だに 赤色になろうとしてる自分はちょっと嫌ですけど、半分好きです。